ったんだよ。だから会社を辞めてアメリカに行って勉強してここの学校を作った。つまり自分の心の声を聞こうっていう仲間の言葉が、仲間の言葉がおかっちの人生を変えたんよ。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC ミスターおかっちです。やりたいことを見つけて本気になれる、そんな熱い言葉を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。今日紹介する熱い言葉はこちらです。価値観が変われば人生が変わる。失敗したくない人、人生後悔したくない人は必ず見てください。後悔させません。はっきり言います。価値観が変わらないと人生は変わりません。価値観が変わらないとサッカーは上手くならないし、ピアノも上手くならないし、漢字もたくさん書けるようにならないし、成長しないし、上達しないし、お金持ちにならないし、成功しないの。つまりあなたが幸せになれるか不幸せになれるかは価値観次第です。今日この動画を最後まで見つけてもらったら、いや見てもらったら、あなたの価値観が見つかります。そして価値観が見つかるから人生が楽しくなる。最後まで見てください。こんな感じで一発勝負でいきましょう。まず、あなたに質問です。価値観とは何ですか？何ですか？何ですか？そういうことやろ？価値観なんか大切やん。大事やんか。だって価値観次第で幸せになるか不幸せになるか、それが決まっちゃう。じゃあ価値観って何だろう？そうです。価値観とは、大事やなって思ってることやったり、人生において大切やなって思ってる考え方。もっと簡単に言うよ。価値観とは、はい、価値観とは好きな言葉。そうなの。好きな言葉を見つけたら人生が変わります。例えば価値観、人に優しくするとか、早起きは三文の徳。これは早く起きたらいいことがありますせってこと。そして自分から挨拶する。こういう好きな言葉を見つけたら人生が変わるの。説明するよ。自分から挨拶する、これが大好きだ、大切やなって思ったら、あなたは友達がやってきた。あなたはどうする？友達がテク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 来た。友達来たよ、来たよ。挨拶するでしょ。な？そうなの。自分から挨拶する。これが大事やなって思ってるから、挨拶するやん、自分からな。挨拶する。挨拶する。はい、じゃあ挨拶したらどうなる？挨拶したら仲良くなるよね。仲良くなって。それから、友達ができるよね。友達ができる。そして仲良くなって一緒に遊べるから楽しくなるよね。わかる？わかる？自分から挨拶する、好きな言葉を見つかったら行動が変わるの。行動が挨拶をするようになる。自分からね、元気よく。そして自分から挨拶するとほら、仲良くなるし、友達ができて毎日が楽しくなる。な？そうでしょ？これね、自分から挨拶するっていう価値観がなかったらどうよ？な？これ自分から挨拶するが、好きな言葉が自分の頭からなかったらどうよ？ないよ。挨拶するのがない、好きな言葉じゃない。じゃあ友達がやってきましたね、もしかしたら挨拶をしないかもしれないの。じゃあ挨拶しなかったら仲良くなれないし、友達ができないし、遊びにも誘うことができへん。だから毎日がつまらなくなる。つまり自分から挨拶するっていう価値観があるから
行動が変わって自分から挨拶することで友達ができて仲良くなって毎日が学校が楽しくなる、つまり人生が変わるの。ね、なんとなく分かってきた？もう一つ紹介するよ。はい、もう一つね。例えばここにたけしくんがいます。この子たけしくんな、たけしくんな、たけしくんバスケットボールが大好きなの。おかちと同じな、バスケットボール好き。でもな、あんまり本気で練習してないね。なんとなく練習してんねん。先生から言われたことをなんとなく練習して、なんか楽しかったらいいやみたいな感じで練習してて、な、だからなかなかドリブルが上手くならない、なかなかシュートが入らない。そうすると試合に出ることができなくなってん。つまり補欠ってやつや。な、友達がみんな試合してる、その横でベンチで座ってるだけ。そうすると座ってるだけやからおもんないやん、つまんないやん、つまらへんから、もうバスケ練習やんのやめんどくさい、やめようって言ってバスケの練習をしなくなる。どんどんバスケが下手になって自信がなくなって毎日が楽しくなくなってくる。そんなたけし君、そんなたけし君がな、ある漫画を読んで好きな言葉を見つけました。その言葉は、全集中。鬼滅の刃だね。そう、たけし君は鬼滅の刃を見て全集中が大事だ、全集中が大好きになった。全集中って言っちゃったな、全集中な、全集中が大好きになったの。全集中が好きになった。価値観が変わったら何が変わりますか？そうです、行動が変わるね。先生の話をしっかり聞くようになった。コーチかな、コーチの話を聞く。そしてな、今まで適当にしか聞いてなかった、ちゃんと聞くようになってん。それから全力でやるようになった。全力でね、練習するようになりました。行動が変わったの。全集中って言うて先生の話を聞いて、全集中で集中するようになった。いや、全集中で練習するようになった。そうすることでな、上手くなったんだよ。ドリブルが上手くなって、シュートが上手くなって、パスが上手くなって。上手くなったらどんな気持ちよ。楽しいやん、好きになってん。バスケが好きになる、バスケが好きになるからもっと練習するようになったんよ。もっと練習する、もっと練習する、ちょっと字汚いけどな。じゃあ練習するようになったらどうなる？そう、上手くなって次は試合に出られるようになった。そして楽しくなったの。 それだけじゃなくて、やりたいことに挑戦するようになった。わかるかな、この気持ちな。だってな、試合に出られて楽しくなった。じゃあ自分ならできるっていう、その自信がぐんぐんぐん高くなっていった。だからそのバスケ以外でも、じゃあちょっとピアノやってみようかなとか、ちょっと手挙げて発表してみようかなっていう風に、どんなことでも自分ならできるって信じて挑戦できるようになったの。わかるかい、たけし君。全集中という言葉がないとき、ないときはなんとなく練習したからバスケがつまらない、面白くない、うまくならない、自信がない、毎日が楽しくない。そんなたけし君が好きな言葉を見つけました。価値観が変わったの。全集中に。そうすることで、ね、コーチの話を聞いて一生懸命練習するようになって、できないことができるようになり、シュートもドリブルも入るようになって、ドリブルは入るというか、ドリブルは上手くなったということ、なんとなくわかるよね。そんな感じで試合にも出られるようになって、どんどん好きになって、もっと練習するようになって、そして楽しくなって、そしてバスケットボールだけじゃなくてサッカーでも授業中でも何をやってても自分ならできるって信じることができて、それから挑戦するようになったの。ほら、人生変わってるよね。な、人生を変える方法簡単やったな。そう、価値観な、ここやんな。価値観、この価値観が変わったら行動が変わり、そして行動が変わるから人生が変わる。
分かってきたね、分かってきたね。でもな、ここどんな価値観かというのが大事やねんな。どんな言葉でもっていうことや、あらへんあらへんねんな。ここに入る言葉によって幸せにもなれば不幸せにもなる、そういうことやろ。例えば昔のおかっちがそうやった。はい、自分なんて無理、これが頭の中から離れへんかったら、これが自分が大好きな言葉やったらどうなるよ。自分なんて無理、自分なんて無理、自分なんて無理、自分なんて無理って頭の中でいっぱいになってたらな、チャンスがあったとしても、うわどうせ失敗するからやめとこうってなるし、試合に出てくださいって言われても、いや僕よりもたけしの方がうまいし僕やめとくわってなって、チャンスを自分からノー断ったり、自分から新しいことを挑戦しなかったり、そして失敗するって思うから努力をしなかったり、そうなるの。そうするとな、失敗しないってなるから、な、何をやっても諦めてしまうのね。諦める、諦める、諦めることでどうなるよね。うまくならないし、うまくならないし、自信がなくなるよね。自信がなくなる。そうすることで楽しくないっていう風になっちゃうでしょ。分かった？この道というか、この流れというか、分かってきたよね。なんとなく分かったよね。自分なんて無理っていうことが自分の価値観、頭の中でいっぱいあるから諦めてしまうの。だって無理って分かってるやん。挑戦せえへんねん。じゃあ挑戦しなかったらどうなるよ、人生は。うまくならない、成長しない、上達しない、そして自信がなくなっていく、そして毎日が楽しくない。分かった？分かってきたね。だから価値観が変われば人生が変わる。どんな価値観を持つかであなたの人生が変わるんです。だからあなたに伝えたい、好きな言葉を見つけよう。自分が大好きな言葉を見つけるね。国語を学ぶこと、算数を学ぶ、理科、社会、いろんなことを勉強する、大事です。それも大事だけど、同じぐらい大事なこと、それは価値観。価値観を見つけること。なぜなら価値観次第で幸せにもなるし、不幸せにもなるし、楽しくもなるし、つまらんくもなる、うまくもなるし、下手にもなる。そういうこと、価値観、価値観次第なの。だからあなたには好きな言葉を見つけてほしいの。どうやったら見つかんねん。簡単。自分が好きなことをやってる時に見つかる。おかっちがそうやった。諦めたらそこで試合終了だよ。これは大学の時のスポーツ、おかちもラクロスっていうスポーツやってたんやけど、その時の監督がおかちに言うてくれた。諦めそうやって、残り3分で3点差、もう勝たれへんって、もう全然元気なくなってた、力がなくなってた、諦めそうになってた、その時に監督が言うてくれたんよ。諦めたらそこで試合終了だよ。その言葉ずっと残ってんねん。ずっとずっとずっとこの心の中に残ってんねん。心の中に残ってるから、どんだけ苦しいことがあっても、辛いことがあっても諦めない、最後までやる、もうちょっとだけ頑張ってみよう、あと1回だけ努力してみよう、そういう風に行動が変わっていったんよ。自分の心の声を聞こう。社会人の時に会社から言われること、上司から言われること、仲間から言われる仕事をたくさん断ることできへんかったから、やりますやりますやりますって言って仕事がいっぱいになって、たくさんの仕事をやらなあかんくなって、苦しくなって辛くなったんよ。それはやりたいことじゃなくてやるべきことやった。そういう忙しい毎日をやってたら、自分が本当に楽しいことがわからなくなって、本当に笑うことができなくなったんだよ。その時におかっちの親友が言うてくれた。自分の心の声を聞こう。その言葉によっておかっちは
自分がやりたいことをやることが大事なんだ。もちろんやるべき仕事も大事。でもやるべきこともやるけど、やりたいことを見つけて自分を喜ばせることも大事なんだって、そう思えたんよな。そこからおかちは本当にやりたいことを見つけて、ここのピーターソックスっていう学校を作ったんよ。やるべきことだけやってたらわからんかった。でも自分の心の声を聞いて、やりたいことは何や。それは子供たちに勇気を与えること、自信を持たせること、それをやりたいんやって、そう思ったんよ。それに気づいたんよ。分かったんだよ。だから会社を辞めてアメリカに行って勉強して、ここの学校を作った。つまり自分の心の声を聞こうっていう仲間の言葉がおかっちの人生を変えたんよ。だからあなたが学校行っても、習い事行っても、塾やってもスポーツやっても、何をやってる時でもええやん。特に大好きなことをやってる時に、先生から、仲間から、先輩から、後輩からな、1年生の子からな、友達から、親から、いろんな人があなたにいろんな言葉を言うてくるやろ、言うてくるやんな、言うてくるやんな、教えてもらってるやろ、いろんな人に。その時にこの言葉好きやなとか、この言葉いいなっていう言葉が見つかったら、それを書こう。それを書いてな、メモ帳でもいい、ノートでも書いて、それを自分が見えるとこに貼っとくね。机でもええやんな。自分の心の声を聞こう。全集中、心は原動力や。どんな言葉でもいい、アニメでも漫画でも何でもええんや。鬼滅の刃でもね、プリキュアでも。そうやってあなたが心の中で大事やなって、心が喜ぶような言葉をたくさん見つけていこう。おかっちはあなたがあなたの好きな言葉を見つけて、あなたらしく生きることを心の底から応援してます。はい、ということで一発勝負ね。分かったかな、なんとなく分かったかな。今日はね、価値観が変われば行動が変わるっていう話をしたね。で、行動が変われば人生が変わる、そんな話ね。価値観、行動、人生な。だから人生を変えるためには価値観を変えたらいいの。もっと楽しい人生がいいんやったら、もっと楽しい言葉を手に入れたらいいの。それだけの話で、好きな言葉を何度も何度も頭で叫んでいたら、頭の中で思い出したらな、毎日の行動が変わり、そして習慣が変わり、人生が変わっていく。ここの熱い言葉、この YouTube チャンネルではとにかくおかっちの大好きな言葉をあなたに全力で紹介したいと思います。おかっちが言う言葉の中からちょっとでもいいなって思えるようなことがあれば、それをノートに書いて机の見えるところに貼っといてください。はい、以上です。まあ、こんな感じでこのチャンネルではとにかく子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育のに関わる方に向けて、非認知能力を伸ばす子どもとの関わり方、そして今回のようなあなた子どもの心に火をつける、そんな熱い言葉を紹介しています。だから少しでも興味がある方はチャンネル登録してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。あと概要欄チェックしていただいたら、子供を伸ばす関わり方を紹介する無料の LINE 講座もありますので、そちらもチェックしてみてください。はい、ジ・エンド、また会おう、バイバーイ。